幽門側移設術を説明します。腹腔内を検索し、腹膜破裂や肝転移のないことを確認します。体毛を切離し、肥動脈から降りる左体毛動静脈を切離し、小毛を切開し、8A、9、D2 覚醒の場合は 12A を覚醒します。7番、1番を覚醒します。